方日本人がプレミア優勝しそう。世界最高峰のプレミアリーグやで。遠藤はスタメンに定着してきたし、怪我がなければ冨安もスタメン。冨安今シーズンは離脱なくやってほしかったけど、やっぱり負担半端ないんやろな。負担なんか他の選手と同じだわ。冨安が特別スペなだけ。香川も岡崎も優勝したじゃん。香川はベンチだし、岡崎は奇跡の一発やん。同時期に優勝争いはしてないし。冨安はともかく遠藤はスタメンとはほど遠いだろ。カップ戦と最下位クラスの相手ならともかく、下位チーム相手にも穴扱い。一試合の交代だけで遠藤が実力不足とか騒ぐのはもうやめろ。ちゃんと試合見てたら遠藤の凄さわかるはずや。ちなみにどうせ優勝はしてだからそわそわせんでええぞ。